東の機会に鳥取県庁お入りください。東に馬口ホールディングス株式会社、西にクリエイト株式会社、東の機会に鳥取県庁お入りください。それでは同点決勝1回戦を行います。東馬口ホールディングス株式会社、西クリエイト株式会社、先鋒戦、東松原三段、西クリエイト宇佐美三段。後ろ蛍で東、中原四段の勝ち。中堅戦、東石見四段、西濁川三段。引き出しにて、東石見四段の勝ち。以上の結果、先に馬口ホールディングスが2勝しましたので、馬口ホールディングスの勝ちとなります。クリエイト株式会社は、そのまま、西日本に行ってください。